クエストでタップダンスに初挑戦。楽しい。すげえ。やっぱできて嬉しいです。やばい。スペーシアカスタムに乗った今注目の若手俳優たち、どんな極上空間を過ごすのでしょうか。ドライブするといつもよりおしゃべりになる。普段は知らなかった素顔にも出会える。車の中は特別なひとときを過ごす極上空間。2人のプレミアムトークが始まります。まずはマグロ好きの濱田くんが気になっているという中野区のお店へ。2歳から芸能活動を始め、9歳で龍馬伝や怪物くんに出演し人気子役となった濱田くん、当時の思い出とは。でも2歳からやっててさ、どうしてたの最初。お母さんと。そうですね、最初お母さんとずっと一緒でしたね。多分小3ぐらいまで。小3ぐらいまではお母さんと一緒で、小4からキッズ携帯を持って、うん、一人でマネージャーさんと。小3から。小4っすね。小 4, 小4で学校行けてたの、うん、まあ義務教育なんでなんとかなったっていう面もありますけど、うん、小学校なんで。でもあーそっかそっか。一回怪物くんの時に、ちょうど運動会の日に仕事が入っちゃったんですよ、うん、撮影が、うん、運動会行きたいって泣いてたんですけど、うん、結局その日の撮影したシーンが運動会のシーンで、うん、運動会を休んで運動会のシーンを撮影したっていう日があって楽しい、ね、まあなんかなんとなく気持ちはハッピーに、ちょっと嬉しい、ね、そうですそうです。なんか多分小学生とかって絶対行きたいもんね。そうなんですよ。運動会楽しかったんで。一番楽しかったもん運動会。でも運動会を仕事でもやれたっていうのはなんかちょっとでかいね。嬉しかったポイントがありましたね。そうさっちゃん作品ね、いろいろ出てるけどさ、はい、なんか決まった時の出来事とか。ああ、いやそうですよ。それで言えば僕龍馬伝に、うん、福山雅治さん演じられる坂本龍馬の幼少時代で、あれやらせていただいたんですけど、うん、あれ1000人ぐらいのオーディションだったらしくて。1000人結構集めて。すげえ、うん、あの頃小3だったんですけど。小3、うん、結構最後の2人まで残してもらって、もう何回か行ったりしてたんですよ最後の2人で。でまあある晩、うん、そのマネージャーさんから電話がかかってきて、うん、龍馬伝龍馬役受かりましたって電話が来て、うわーって家族全員でもう3人でもうはしゃいで、うん、よっしゃお寿司行こうなんかめでたいことがあると、うん、お寿司よく食べに行く家庭だったんで、うん、その日はお寿司を食べに行って1000人からだってね、選んでいただいて電話できたのは良かったね。そうなんですよ、すごいメールとかじゃなくてだからマネージャーさんもすごいテンション上がってたし、うん、もらった話をいただいたこっちもうわーってなったしで寿司みんなで食い寿司食べて。えちなみに最初に食べたのは、はい、最初に食べたのはマグロ食べて。あ好きなのすごい印象的だった役者さんとかっているの。印象的だった役者さん、この人と共演できてすごい良かったなっていう人だった。そうですね、僕は高橋克典さん、うん、一回共演させていただいた時にドラマで本番でなんかもう僕が詰め寄って、うん、お父さんを殺されてしまった役だで犯人をぶっ殺してやるって言ってたら引っ叩かれたんですよ本番で。もうアドリブで、うん、なんか自分のそこで変なリミッターが取れた感じ、ぶっ飛んだ感じというか、そう超えなきゃいけない壁を超えさせていただいたというか、なんか吹っ切れよお前みたいな、自分のこう受け方としては吹っ切れよお前っていうビンダーをいただいて、うん、もう遠慮がなく本当に結構痛くて普通に痛かったですよ、うん。でもそれで素直な反応ができて、素直な、しかも一瞬びっくりしたし、自分自身すごくなんか嬉しかった。それは、うん、一番印象を受けた役者さん、一番いいものをいただいた役者さんだと思います。一方
鈴木くんは17歳の時メンズランのモデルオーディションで準グランプリに輝き、その後花のち晴れや3年 A 組に出演し注目の若手俳優に。そんな鈴木くんが芸能界に入ったきっかけとは。芸能界に入ったのは俺が中3の頃、はいはいはい、本当は受験勉強のために中学校に行ってました。それをやめてっていうか引退して早めに勉強に専念するって言ったのに勉強が嫌いでやらないわけじゃん。勉強は嫌いです、ね、それでなんかね、ルノーニケンシンみたいな。ああ、はいはいはい。それでお母さんが佐藤健さんのことが好きで、なるほど。でルノーニケンシンを見たから親が調べてて、お母さんが佐藤健さんのこと。そしたらアミューズオーディションっていうのにつながって、なんかそれが書類審査がなくて、あ、会場行けば全員受けられるよ。すごい。多分書類審査だったら受けてたかわからないぐらい。おお。で自分がモデルがやりたいなと思ってて、ちょっとなんでそうモデルやりたいかって思ったのわかんないんだけど、モデルに興味があって、お母さんが服が好きだったからちっちゃい頃から着られてて。それで受けてみるか、勉強もしたくないし、あんま都心にも出たことなかったから、ちょっと買い物がてら受けに行こうみたいな。へえ、買い物がてら。そうお母さんと服を買いに、ついでに受けに行ったぐらいの感覚で。で、そうだね、最終候補まで残って事務所入って。すごい嬉しいこと。すごいっすね。だから最初は役者なんてやると思ってなくて、まあモデルでっていうことだったんですね。モデルしか興味がなくて、だからなんかすごいなってこんななって。浜田くんは16歳の時ウルトラマンジードで主演。それは俳優として生きていくかを決める転機になったといいます。僕中学校ぐらいの頃に仕事一回やめようかなっていうか、ちょっと嫌だなって思った時が、そうオーディションに行くじゃないですか。で落ちるっていうかすごい嫌だった時期で、中学生ぐらいすごく周りとのバランスとか、もちろん野球のイメージと違ってみたいなとか、もちろん自分自身が全然成長しようとしてなかったっていうのもあると思うんですけど、だからなんか、あ、自分じゃなくてもいいんじゃないかなって思ってたんですよ。選ばれないんなら、やる必要ないんじゃないかなって。オポジション大変だもんね。そんな時期があって、まあ、もちろんそれを一旦超えた時期はあったんですけど、さらにそれをなんか、しっかり自分じゃなきゃダメってしてくれた作品がウルトラマンだったんですよ。やっぱ、そうだね、周りの人とかもね、はい、やっぱあれって唯一無二のヒーローで、この人じゃないといけないみたいな感じがあったので、なんかすごい嬉しかったし、もともとちっちゃい頃からずっと好きなのもあって、その16歳の時にそのウルトラマンの仕事いただいて変身させてもらったんですけど、変身して、だから本当にあの僕幼稚園の頃に将来の夢をなんか言ってるホームビデオみたいなのがあるんですけど、実際ウルトラマンになりたいですって言ってるんですよ。すげえ。ちっちゃい頃の夢ってさ、そうそう叶う人いっぱいないじゃん。俺だってサッカー選手とか、やっぱサッカーやってたから言ってたけど、叶わないことも多いし、すごいね。叶えさせていただいて本当にありがたいばかりなんですけど、ちっちゃい子のヒーローになって、ヒーローになって、でもちろん花晴れの撮影中もそうでしたけど、土日とかに僕結構あの地方のいろんなショッピングモールとか、なんか行ってたよね。行くんですよ。そう、前乗りしてリハーサルとかもしてから、その2回1日2回例えばショーをやったりトークショーをやったり、そうトークショーとかなんか大変そうだなって思いながら俺らも見てたし、そうやらせてもらってたのもあって、やっぱりそこで直に子供たちの生の反応に触れられるんですよ。しかも今までそれが自分が見てたものだった、自分でこっち側見る側だったのが見られる側になったっていうのもあって、なんか、あ、
頑張んなきゃ、自分この仕事続けなきゃって思ったんだけど、それが一番の転機でしたね。子供の反応ってやっぱすごいんだろうね。それをしっかり受け止めてくれてるからこそ。そうですね。しかもショーとかがあるとみんな応援してくれるんですよ、うん、必死に頑張れって。それが本当になんかもうひたすらに嬉しくて、パワーになったわけだ。そうです。いいな。そして浜田くんが行きたかった場所へ。僕マグロ本当に大好きなんですよ。おで、うん、特にその中落ちをほじって食べるっていうのが一番好きなんですよね。すごいね。、うん、で、まあその中落ちを食べるマグロはとても美味しいお店があるらしい。việc đó là làm việc anh làm đấy, nhưng mà con người nó vừa rồi nó xuống sai quá, mỗi bắt ở trên Lào Cai. Ok, anh em nhờ anh giúp người nhà nó, nhờ anh giúp nó đưa nó vào trại để anh em trong trại không đánh nó. Nếu ví dụ như nó là một thằng anh em Yên Bái Lào Cai, có thể mọi người nó rất là ghét nó đấy. Thì nếu như mà không có tiếng nói của anh ở trong trại thì là để mẹ các em anh và để anh em trong trại các nghiện nó đánh phải lát xác trong đấy rồi đấy. Khi mà người nhà nó và các em nó nhờ anh ok giúp nó đưa nó vào trại đỡ đần cho nó, anh gửi nó vào trong đấy, anh đưa người nhà nó vào thăm nó đấy trong thời gian dịch đấy, anh giúp đỡ tạo điều kiện hết mức cho nó. Mà trước đấy anh nó không hề quan hệ, không hề chơi bời với nhau đấy. Khi mà Hamada-kun が食べたかったという骨付きで巨大な本マグロの中落ち、スプーンで身を削っていただきます。うまい、おいしい、幸せですよね。やっぱ自分でね、こんな大きい中落ちをこうほじって食べれる、もうこれほどの幸せ、これ以上の幸せがあるんでしょうかね。え、大のマグロ好きが幸福感に包まれるお店でした。いやー、食べたね。幸せでした。もうお腹いっぱい。幸せってああいうことですね。いや、あんなマグロ食べたこと、マグロだけをさ食べる機会もないじゃん、うんうん、いろんな味があるんだね。なんかですね、部位によって本当に違うから。本当うまかったな。いや、美味しかった。もう美味しいしか言えない。うん。今これ乗ってるスペーシアカスタムどうですか？運転してて。いや、運転しやすいよ。そうなんですね。っていうかなんかそんな大きくない。うん、見た目は大きくない車じゃん。うんうん、でもすごい幅とかもあって、ね。ゆったりしてますよね。そう、後ろとかも多分さ乗りやすいだろうし。うん、いいっすよね。可愛い。ね、うん、形もさしっかりしてて、なんか家族とかでも乗りやすいだろうし。ですね。綺麗だよね。あと、うん、すごいなんか綺麗、確かに。あと俺結構好きなのがこの椅子。あ、おほう、なんか座りやすい。確かにフィット感があって、うんうんうん、でもなんか窮屈じゃない、そのフィット感がちょうどよくて。そう、ちっちゃい割にね、すごい本当に足元もゆったりしてるから。そう、内装がすごいゆったりできる、いい空間ですね。続いては鈴木くんがタップダンスに挑戦したいというので、スタジオがある新宿区へ。ジンさんって、うん、セリフってどう覚えてます？セリフ、うん、俺は結構一人でやるタイプ。ああ、一人で部屋にこもってとか、うん、お風呂とかでもたまにやってるかも。それはなんかその見ながら喋って覚えるタイプですか？喋って覚えるね。最初は本当見て流れを覚えて、うん、じゃないとまず覚えらんないから俺は、うん、結構すごい覚えるのが早いタイプじゃないから、はいはいはい、一人でこもってなんかずっとブツ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 なんかやってないとダメなタイプだから、うん、そうだね。だから誰かに手伝ってもらうってことはあんまないかもしれない。そうなんですね、うん、まあなんか出来上がってから確認の意味でちょっと、うん、読み合わせみたいな、読んでもらったりはするけど、覚えるってなるとそうかな。たっちゃんは？いや、僕すごい変なんですよ。変？まずその準備校をもらった時に、うん、準備校の時点で結構読んじゃうんですよ。おで、そのなんかキャラクターはどういう感情なのかなみたいな、
大切のを自分のももちろん、うん、あの他のキャラクターの、うん、よく関わるキャラクターとか特に読み込んだりして関係性大切だもんね。そうですね、関係性を読み込んで、うん、準備校の時点で多分ちょっと覚えてるんですよ。へー。でこの決定校をもらった時にもうひたすら読んで、でもそうだよ、準備校って結構決まってるから、ね、そうなんですよね、流れとか分かるもんね。でその決定校を読みながら、うん、シーンを想像して読むんですよ、うん、その時にこう例えば撮影入る前に、うん、こういうセットなんじゃないかな、こういう感じで座っててこんな感じで話をしてるんじゃないかなみたいな、うん、立ち位置の位置関係とかまで考えながら一回最初読むんですよ、うん、でそれを繰り返して読みながら、うん、頭の中にその台本が2つあるんですよ、うん、片方はその目で見てその写真的に覚えてる台本、うん、と白紙の台本があって、うん、その白紙の台本の方に、うん、写真で覚えた台本の方を書き写していくんですよ、頭の中で。へえ、すごいそれすごい変なんですけど、なんかそのそれを現場入る前にするんですよね大体、うん、だから現場入って朝入ってからその日のシーンを確認するっていう作業をするんで、だからいつもメイク中に僕ずっと割り本読んでるじゃないですか。読んでるね。あれだからその最終確認というか、あ、なるほど、最後のすり合わせをあれでしてるっていう感じですね。すげえ。そう、なんかもう変な話、本当に家の間取りとかまで考えるんですよ。おHa ha ha ha!